毎週日曜夜11時55分から放送中、声優パーク建設計画 VR 部からこちらの企画。システム起動。パッと見皆さんどうでしょうか。いやもうちょっと一回整理しなきゃなっていうぐらい増えてきましたね。増えてきましたね。はい、さあまず早見さん、今現状ですね 2.5 世代のところにお名前挙げさせていただいてるんですけど、はいはい、合ってますこれ。いや合ってないですね。合ってないですか。よかった本人来ていただいて。僕多分今第7世代ぐらい。いやいや待って、それは絶対に違います。違いますね。いや気持ちですよ。気持ちですよね。気持ちはここ。でも実際はどこなんですか。実際ですか。大体合ってる。あながち間違いじゃないってことですね。あながち。直属の先輩っていうのはいらっしゃるんですか。よくお世話になった方とか。それこそ神谷明さんとか、はい、はい、そうですね、富山圭さんにもお世話になりましたね、はいはい、あと永井一郎さん、はい、あどうですか、この早見さんより上の世代の方たちのこの配置って大体合ってます。いや合ってるんじゃないかな。小林君合ってるよね。合ってます。宮村さんはどうですか、今僕と並んでますけれど、うん、関君がいるからここかなっていう感じなんですけどね、うん、他なんか同期とかいます。ルカナちゃんとかは大体同じぐらいかな、うん、はい、ね、代表作で言うと代表作がね、あずきちゃんとか。あずきちゃん、あずきちゃん、あずきちゃんすか。あずきちゃん知ってんですか。あずきちゃんの、あのあずきちゃんすか。あずきちゃんですよ、うん、お、めっちゃ知ってます。なんでもない、なんでもない君の笑顔を。そこ知ってんすね。なんかあずきちゃん見てたんですよね。あ、そうなんですね。歌ってた、歌ってた。小林くんどこら辺ですかね、はい、多分松岡くん、島崎くん、江口くんと同じ。あ、混んでるとこね。あ、わ、ここ、ね、ここすごいんすよ。見合ってるとこ。じゃあ信長を一つ下げようか。まあでも信長くんを下げるんだったら多分僕の方が下にした方がいいのかも。あ、そうなん、ちょっと先輩っていう感じなの。そうですね、信長くんの方、はい、そんな皆さんにお聞きするこの人はすごいと思う声優さん、一体どんな人ですか。早見さんがこの人すごいなって今まで感動した声優さんっていらっしゃいますか。え、関くん以外に。あ、またうまいこと。ありがとうございます。嬉しいな。うまいことじゃなく、僕打ち合わせの時ずいぶん関くんのこと言ったんだけど。あれ、じゃあスタッフが全然ここに反映されてない。多分ね、こういうとこで褒められたら調子狂うからじゃないですか。あ、そうか。え、じゃあ僕以外だと、ね、早見沙織ちゃん。お、あ、はいはいはい、はい、早見沙織さん。鬼滅の刃、胡蝶しのぶをはじめ話題の人気作に登場している早見沙織さん。聞いてスッとこう胸に入ってくるっていうか、 あ、はい、あのどこにも嫌な成分がない。なるほど、うん、女性の声でこうキンってする声も嫌いじゃないんですけど、うん、エアリーな声も好きなんですよ、はい、その解説の声がまずいいんですよね。いいんですよね。シュウペイですなんて、もう角がありすぎます。全然キンキンしてんな。だいぶ角がありすぎるからね。さあ、じゃあ小林くんがすごいと思う声優さんどなたでしょうか。はい、あ、僕は中村雄一さんがすっごく好きで、本当に個人的なんですけど、もうこれはあれ、あのデビューする前から、はい、活躍を見てて、そうです、好きだったっていう、はい、まあ、声質ももちろん好きだったんですけど、うん、ただなんか、まあ、僕なんかは結構キャラクターをやるときに声を変えてやることが多いんですけど、うん、はいはい、中村さんってなんかそこまであの声を変えずにちゃんと一人一人のキャラを演じ分けていて、はいはい、で特にすごいと思ったのがあのコミカルになるところなんかを、うん、やっぱりそれぞれの声優さんの癖がちょっと出ることってまあまああるじゃないですか、はい、中村さんがやってるのを聞くとなんか中村さんらしさがいい意味でないんですよ。なるほど。ちゃんと本当にそのキャラでの、コミカルさ、アドリブ力っていうのを出してて、もうそこに毎回しびれてて、かっこいいなと思ってます。ちゃんと人柄を演じ分けてるっていうね、はい、さあ、じゃあ宮村さんがすごいと思う声優さん教えてください。はい、あのこの番組でもナレーションされてる高山みなみさん。お、はい、はい、あ、乱太郎もなんだ。そうなんですよ。あ、主役多いんですよね。そうですね。コナンってすごい長い作品なんですけど、はい、こう、まあ、過去に例えば出てきたあのキャラクターとかの呼び方をどうやって呼んだかとかも、うん、そういうの全て把握されてて、でちょっとこうセリフを言うにあたって矛盾があったりしたらすぐにこうもういい風にちゃんとセリフを変えて、うん、指摘されて改変されてやれるっていう、もうなんかだから
高山さんなくしてはコナンがもうできないっていうか、だからやっぱり演技とかもすごい好きだけど人間性がもう大好きで、はい、もうコナン行ったらもういつもあの高山さん見てニコニコしちゃって、もう匂い嗅ぎに行きたいなって言って。次は嗅ぎに来てね。っていうかミャムコナンに出てるじゃん。大好きなあの名探偵コナンの小遠山和葉役もやってらっしゃるんですよね。やってらっしゃいますか。やってらっしゃいます。大丈夫か。じゃあ僕本当好きなんですよ、あの関西弁が、はいはい、だって今日一番テンション上がってますもんね、はい、あの関西弁で告白されたいなっていう、はい、夢がありますね。やってもらいます。じゃあいいんですか。どんな感じの告白がいい。あの本当は好きなんだけど、その裏返しみたいな。あ、なるほど、はい、じゃあツンデレ的な感じで。そうですね、ツンデレで、はい、このコナン君みたいなのまず外せよお前。そうだ、今日コナン君みたいなの。本当だよお前。お願いします。帽子チェンジャー、お願いします。ちょっとミヤもいいですか、アドリブで。はい、はい、私な和牛が好き言ってたけど、ほんまはシュンペイが好きやね。でもいや、もうこれ以上言われへんわ。またほな明日な。おごめんなさい。なんでだよ、なんでだよ、なんで断ってんだよ、なんで断ってんだよ。しかも和牛から入ってペコパカじゃなくてシュウペイピンポイントなんだ。もう正直さ、俺いなかったよね。あなたは人生を変えたアニメと出会ったことはありますか。今回は若手注目声優小林雄介さんの人生を変えたアニメ。じゃあ小林くん、はい、あなたの人生を変えたアニメ教えてください。あ、はい、僕はあのこの声優になろうと思うきっかけになったアニメが、はい、ランマ2分の1だったんですよ。当時ってそこまでそのキャラクターソングとか、うん、そういうものがまだメジャーじゃなかった時に、ランマは本当にいろんなキャラクターソングだったりとか、あとあの VTR に声優さんが出演してコメントをしてたりっていう、なかなかあのその時はメジャーでもなかったことをすごいされてて、それこそ最初アニメって本当にアニメが喋ってると思ってたんですよ、はい、声優がいるっていうのを知らなくて、でもこういう仕事もあるんだっていうのを友達に話してたりしたら、うん、そんなに好きなんだったらなればいいじゃん、うん、って言われたことがきっかけで目指し始めたんですよ。そうなんです。でそれで特にあの山口勝平さんのランマの声を聞いて、うん、すっごい感動しちゃって、うん、一度あのカペさんにもお会いする機会があって、うん、もうちょっと思いを伝えたらあまり実際会っちゃうとね。そう、いやいやいや。めちゃめちゃ面白かったですよ。でもあまりにも優しい言葉をかけていただいちゃって僕泣いちゃったんですよ。そうなの。実はカペさんが以前演じていた役を僕が、うん、あの次世代として担うことになった。なるほど、世代交代で引き継ぐことに、はい、それめちゃめちゃ嬉しくないですか。嬉しいんですけどすっごいプレッシャーで、でもその時にその当時放映されてたものを聞いて、あの僕すごい安心したんだっていうふうに言っていただけたんですよ、うん、すごい。それでもうポロポロ泣いちゃって、すごい認めてくれたってことだね。じゃあね。そうなんです。でも本当あまりに好きすぎて、結構高校の通学中、僕自転車通学だったんですけど、なんかランマのセリフとか必殺技とかを叫びながらあの通学してて、結構あの時の僕痛かった。え、ちなみにその時どんな感じで通学してたのかちょっとやってみてください。なんかこういうの多くないですか。何インチ何インチ何インチか覚えてないですけど、まあでも人もいるんで、うん、ちょっと周りをすごい気にしながら、はい、で途中でなんか横道とかから人が来るんで、うん、そういうのを気にしながら、俺を痛ぶったことお前らまとめて後悔させてやるぜ、飛龍商店。来ちゃったの誰かみたいな感じのことをずっとやってました。